ゴアブリー。じゃあ色は、ね、選んでもらって。実は紫。あ、じゃあ水色好きなんで。チャレンジは自分のターンでしか言えないんですよ。チャレンジで。お、これは枚数3。3仕掛けますよ。パス。刺してしまった。2人ともパスするということはそういうことなんだなと。それで1枚。それがブラフの可能性もある。まあ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 。まあ、当然花なんですが。あと2枚。1人の人から2ドルコロネギし1、1もできる。そうそうそう。ポルーサー。ね、ドクロー。将軍。将軍ですよ。はい。多いですよ。このようですね、並べてもらってこのようですね、ブラフ出てきているならと。ちなみに俺は2枚とも花だったこういうのあるからね。まあ見せてないんで本当かわかんないですけどっていうのもブラフこれすらブラフ。これがですね、僕の右腕、左腕、右足、左足、左足を痛い。あーいいね、いいね、いいね。寿司切断ゲームなんだな、これ。いやでもなんかドクロは命と引き換えにみたいなゲームですから、ね、命かけてるんですよこっちは。でチャレンジャーのネオさん、はい、ネオさんからまた札がですね、まあ、こうなっておりまして、こうなっておりましてですね、でこれ前のノールックでこうですね。支配者になるんだ。じゃあチャレンジで、お1 2、パス、パス、はい。2枚ですね。あと1枚。あ、あと1枚。ってことはこれだ。なるほど。外にもその、結構ちなみに、おいそうですね。やかった。はい、一勝。ササチさんはこう強さはですね、この世を見せてくるスタイル。スカル、よし。スカル専属プレイ。いきます。
ますよ。飛ばします。これぐらいチャレンジ。あ、ちょ、自分の単しかできないか、うん、これでチャレンジで2。パス。パス。はい。ってことで、まあもちろん1なんですが、さ、この中に花が隠れてるぞ、探せ。今そのアングルがね、上から撮れてるんでいいですよ。よし、ちょっと自分のアングルを。お、はーな、はい、せーの。な、これドクロ引く率高ないっすか。ちょっと参りました。ネオさん、はい、サスキーさん、もっと信じましょう。っていうのも、やっぱグラフの仕込みという説がある。いきますね。僕の、肺、腎臓、小腸です。小腸結構低いね。腎臓はなんか1個ぐらいなくてもいいんじゃない。腎臓と肺だという方に致命的なところは1個しかないんですよ、小腸。こうなっちゃった。さあ、こうなっちゃったんだ。チャレンジャーのネオちゃんから、こうなったらもうね、これですね。パスってすごく心に不安なんですよ。行きましょう。はい、まあこれなんですが、もう一枚。で、実は花なんですね。手札を全て明かすスタイル。ってことで残り1枚花を探そう。さあ、今僕は2回こっちヒットクロー引き継ぎ。3度目の正直か。2度あることは3度あるか。これは。後で信じておけばよかったって言われることを想定して、僕佐々木さんいいですか。いいんです。おい、勝てました。初勝利でございます。ちなみにそれなるから。3度目の正直です。そう、いや 3回ね、2度あることは3度あると。2度あること3度。でもね、これが通用しなくなるのがブラフの怖さ。そういつも裏返す。初めてです、裏返せました。ネオンさんから。で、チャレンジャーのネオンさん、こっから確定していこうよ。まあ、いとも手札もね、手の内見えちゃったんでね。まあ、僕さっさと出しなさいってしない。そう、いいですか。僕チャレンジしちゃいますよ。じゃあチャレンジで。いいですよ。二、三、四、パス。パス。いいですよね。でもなぜその自分。え、ってか勝ち確じゃないですか、そんなの。これです。ああ、なるほど。そうそう、自分が見つめ合って思い込みになって。っていうのは俺は分かってる。ってこと。そういうこと。心理センスってことでですね、勝負校舎の佐々木さん勝利ですね。ピューってなんかあのクラッカーのエフェクトって言いますけど、ね、ちなみにこっちも。ああ、どっちも正解。だったらまだ5、6までいけた可能性はあるってことですね。可能性はある。そう。みんなチキンです、そこ。安牌取りました。だから5以上だと自分は4確定してるから、あとその相手の、まあ、このそれと2枚がどうなるかっていう戦いですね。でした。いや、この
これは3人で思う。あっさり4を宣言したから、うん、ドクロが混ざってるパターンを考えてた。あー、もうあ、それがブラフで、そうそう、ブラフで5って言わせる、そうそうそう、あー、そっちを考えちゃった。あー。